皆様こんにちは。こんにちは。ただいまよりプレナスなでしこリーグ2022表彰式を行います。本日の司会進行役を務めます西達彦と申します。森口香里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに今シーズン一般社団法人日本女子サッカーリーグをサポートいただきましたパートナーの皆様をご紹介させていただきます。オフィシャルサプライヤー株式会社モルテン、オフィシャルメディアパートナー株式会社スポーツ日本新聞社、オフィシャルスポンサー株式会社日本トリム、ダイハツ工業株式会社、株式会社強力メンテナンス、トップパートナー株式会社プレナス、以上の皆様にサポートいただきました。今シーズンも誠にありがとうございました。それでは開式にあたりまして、一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事長岩上和道より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。今ご紹介に預かりましたなでしこリーグの理事長の岩上でございます。本日は、2022年、プレナスなでしこリーグ表彰式に、お忙しい中皆さんお集まりいただき、またオンラインでご視聴いただいている方にも、もういらっしゃいますが、皆様本当にありがとうございます。今年1年でございますが、皆さんご承知の通り引き続きコロナの影響がいろいろございました。でその中でですね、1年間、なんとかなでしこリーグ無事に、全て、運営ができたということは本当にありがたいことでございまして、これも本当に選手の皆さん、チーム関係者の皆様、それからファンサポーターの皆様、そして運営に関わられた方々、それから日頃ですね、大変お世話になっておりますプレナスさんをはじめとするスポンサーの皆様、そういう方々、審判の、もちろん審判の皆様もあります。そういう方々の本当にお力添えのおかげで、今年なでしこリーグ無事に1年間終了できたことを改めて本当に感謝申し上げたいと思います。それから、今年ですね、なでしこリーグ一つだけ、トピックスを挙げるとですね、今年新しいビジョンと、それからステートメントというのを作りました。これはやっぱり今後なでしこリーグがですね、発展していくにあたって、自分たちはこういう考えでやっていくんだということで、その中身として普及とか地域とか多様性とか、そういうようなことをキーワードにしてるんですが、それを作りましたので、もしお時間ありましたらですね、今日そういうことも多少触れられるかもしれませんけども、ホームページを見ていただければ、新しいそのなでしこリーグのビジョンとステートメントが出ておりますので、また皆さんお時間あればちょっとご覧いただければと思います。それで今日はですね、ともかくもう本当に今年1年間盛り上げていただいた選手の皆様、そしてチーム関係者の皆様、この皆様方、それから審判の皆さんがなくてやっぱり成立しませんし、運営に関われた方もさっき申し上げた通りです。こういう方々に本当に感謝を込めて、リスペクトの気持ちを持ってですね、感謝しつつ、表彰式を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私の挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。続きまして、ご来賓の皆様を代表していただき、公益財団法人日本サッカー協会専務理事、須原清隆様よりご挨拶を頂戴いたします。日本サッカー協会専務理事の須原でございます。本来であったら会長の田島がですね、お邪魔せないかんところでございますけれども、どうしても外せない所要がございまして、私が代打で、お邪魔させていただいております。まず今シーズン、優勝を遂げられました両チーム、
先ほど奥田専務からですね、チーム名はフルネームで正確に読めというふうに言われましたので、ちょっとカンニングペーパーでごめんなさい。スフィーダ世田谷 FC、 静岡市清水ボニータ、両チーム本当に優勝おめでとうございます。素晴らしい成果であったと思います。我々日本サッカー協会、女性のサッカーを重点領域として位置づけております。トップ、それにつながる強化育成、そしてグラスルーツ、すべての領域において今まで通り、いやそれ以上に女子のサッカーをどんどん強くし、大きくし、広げていく、これが日本サッカーの今後の成長のベースになる、確信しております。そういった中でなでしこリーグ、非常に大きな役割を果たしてくださっています。トップエリートの世界は当然のごとくでございますけれども、各育成年代を中心とし、そしてホームタウンでのグラスルーツの活動、そこに常に時間とエネルギーを注いでいただいていること、厚く御礼を申し上げます。実は私世田谷区の瀬田に住んでおりまして、4州小学生年代の指導を、以前しておりましたし、今もその活動には携わっております。小学生年代の女の子にとって、世田谷区の女の子にとって、スフィーダに入れることっていうのは本当に誇りであり目標なんです。選ばれた子たちはとても鼻高々になり、そういった選手を育てることができた指導者、我々も本当に嬉しい、そういった場を提供していただけること、大変ありがたく思っております。先日、今もまあ開催されておりますけれども、インドで行われておりましたアンダー17、残念ながら宿敵のスペインにギリギリのところで負けてしまい、チームこの前帰ってまいりました。素晴らしいチームです、素晴らしいチームです。今後にぜひご期待いただきたいんですけれども、そのチームにもこのなでしこリーグの育成年代からも選手を出していただいています。いろいろな形で皆様のご協力、あるいは活動が日本サッカー全体のためのドライバーになっているということでございますので、改めてお礼を申し上げたいと思います。またこの活動をですね、長きにわたって、サポートいただいておりますプレナスさんをはじめとしましたスポンサーの皆様、パートナーの皆様、サプライヤーの皆様、改めまして、皆様にもお礼を申し上げたいと思います。本日こうして皆様と直接お目にかかれたこと、大変光栄でございます。我々としても楽しませていただきたいと思いますし、皆様とできるだけお話ができればというふうに思っております。これをもって私の挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。サラ様、ありがとうございました。それでは早速表彰へ移ってまいります。まずはじめに2022プレナスなでしこリーグ2部チーム表彰です。第3位ヤマトシルフィード、第2位 JFA アカデミー福島、そして2022プレナスなでしこリーグ2部優勝は静岡 SSU ボニータです。見事優勝に輝きました静岡 SSU ボニータには日本サッカー協会より賞状を、日本女子サッカーリーグより賞状と優勝杯、そして賞金50万円が贈られます。また副賞として株式会社プレナス様よりホットモットの金目米 100kg が贈られます。それでは優勝した静岡 SSU ボニータよりメッセージを届いていますので、こちらをご覧いただきましょう。静岡 SSU ボニータ監督の小川です。キャプテンの高橋美晴です。昨年一昨年と目標にしていたなでしこ2部
リーグ優勝をたくさんの皆様の支えもあり達成することができました。仲間たちと素晴らしく最高の瞬間を迎えることができとても幸せです。またコロナ禍で大変な中たくさんの皆様のご協力のもと素晴らしい環境でプレーすることができました。本当にありがとうございます。感謝の気持ちとリーグ戦での勢いを持って皇后杯も一戦一戦戦っていきたいと思います。より上を目指していけるようにまた来シーズンは一部での戦いが待っているのでそこで戦っていけるようにみんなでまたトレーニングを積んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。2部リーグで優勝したチームにふさわしい戦いを皇后杯でできるようにしっかり準備して次に臨みたいと思います。ありがとうございました。静岡SSUボニータの皆さんおめでとうございました。続いては2022プレナスなでしこリーグ2部個人賞です。新人賞、得点王、最優秀選手賞を順に発表いたします。新人賞 JFA アカデミー福島板村真央選手。得点王大和シルフィード浜本マリン選手。 JFA アカデミー福島板村真央選手。そして最優秀選手賞大和シルフィード浜本マリン選手です。選手の皆さんにはトロフィーが贈られます。受賞選手を代表し最優秀選手賞の大和シルフィード浜本選手よりメッセージが届いています。こちらをご覧ください。大和シルフィードミッドフィルダーの浜本マリンです。この度は最優秀選手賞に選出していただきありがとうございます。この年になり、お祝いしていただけることはなかなかないので心より嬉しく思います。支えてくださった皆様のおかげです。来シーズンはなでしこリーグ一部での戦いとなります。1年前に降格した悔しさがあるので、リベンジを果たせるように成長した姿を見せ、チーム一丸となって戦っていきたいと思います。この度は本当にありがとうございました。浜本選手おめでとうございました。それでは続いてまいりましょう。続きましてフェアプレー賞です。フェアプレー賞はリーグ戦を通じて反則ポイントが最も少なかったチームに贈られます。それでは発表いたします。はじめに2022プレナスなでしこリーグ2部フェアプレー賞静岡 SSU ボニータ、そして2022プレナスなでしこリーグ1部フェアプレー賞アサヒインテックラブリッジ名古屋です。フェアプレー賞受賞の2チームにはトロフィーが贈られます。それでは続いてまいりましょう。続きましては最優秀審判賞です。プレゼンターは一般社団法人日本女子サッカーリーグ岩上和道理事長です。どうぞご登壇ください。この賞は今シーズンを通じて最も優秀と判断された審判に贈られます。それでは発表いたします。最優秀審判賞は近藤京子さんです。近藤さん、どうぞステージへご登壇ください。近藤さんは2011年当時のチャレンジリーグよりなでしこリーグを担当。チーム選手の特徴や強み狙いを活かせるように考えながら感じながら笛と行動、表情で分かりやすく伝えることを心がけてレフリングをされているということです。最優秀審判賞の近藤さんには岩上理事長よりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。プレゼンターを務めていただきました岩上理事長、ありがとうございました。では近藤さん、お一人でのフォトセッションに移らせていただきます。
それでは受賞された近藤さんに喜びの声を頂戴します。では近藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。この度は大変光栄な賞をいただき本当にありがとうございます。サッカーの環境を整えてくださっているリーグの皆様、運営をしてくださっているチームの皆様、審判委員会県地域の皆様、職場の皆様、審判仲間、たくさんの皆様の支えによってこの賞を受賞できたと思っております。本当に心から感謝しております。コロナ禍が続く中でまだまだ日常を取り戻しつつありますが、審判仲間の中にはまだまだ家庭や仕事の事情でまだまだ制限がある方がいらっしゃいます。その方たちの思いを受け止めて、そしてサッカーに携われる喜びをかみしめて、素晴らしいリーグの運営する一員となれるよう今後とも精進してまいります。これからもフィールドの中、フィールドの外でご指導を賜りたく思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。最優秀審判賞を受賞されたのは近藤京子さんです。近藤さん、おめでとうございます。どうぞお戻りください。続きまして特別表彰を行います。特別表彰は今シーズンリーグ通算300試合を達成した選手に贈られます。プレゼンターはなでしこリーグ OG であり前なでしこジャパン日本女子代表監督を務められた高倉麻子さんです。高倉さんは現役時代に最優秀選手賞を2回受賞されています。それでは発表いたします。今シーズン300試合出場を達成した選手はスペランザ大阪深沢梨沙選手です。どうぞステージへご登壇ください。深沢選手は2005年4月18歳で初出場し、今シーズンの第9節5月14日ご自身の誕生日の4日後の朝日インテックラブリッジ名古屋戦で見事300試合出場を達成しました。300試合出場の深沢選手には高倉さんよりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。プレゼンターを務めていただきました高倉さん、ありがとうございました。それでは深沢選手一人でのフォトセッションを行います。それでは深沢選手よりご挨拶を頂戴いたします。深沢選手、どうぞよろしくお願いいたします。本日はこのような場でこの300試合という、達成することができてとても嬉しく思います。ここに来るまでにもたくさんの人に支えられてやってきました。 WE リーグが始まり、なでしこリーグも WE リーグに続いて盛り上げていけるよう選手として頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。300試合出場を達成されました深沢梨沙選手、おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞお戻りください。
続いては特別賞の表彰です。特別賞は2019年以来の表彰となります。今回の特別賞は今シーズン8年ぶりに最多出場記録更新を達成した選手に贈られます。プレゼンターは元サッカー日本代表でありサッカー解説者の中澤佑二さんです。それでは発表いたします。今シーズン最多出場記録更新を達成した選手はスペランツァ大阪中野真奈美選手です。中野選手どうぞステージへご登壇ください。中野選手は2005年に18歳でなでしこリーグ初出場し、2020年には300試合出場を達成。今シーズン終了時点で344試合出場を達成し、山郷のぞみさんの325試合を抜き、歴代1位となりました。最多出場記録更新達成の中野選手には、中澤さんよりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。プレゼンターを務めていただきました中澤さん、ありがとうございました。それでは中野選手お一人でのフォトセッションです。それでは中野選手より喜びの声を頂戴します。中野選手どうぞよろしくお願いいたします。このような賞をいただき、私のサッカー人生に関わってくれたすべての方々に感謝したいと思います。そして来年は個人ではなくチームとしてこの式典に出れるように頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。最多出場記録更新を達成されました中野真奈美選手、おめでとうございます。どうぞお戻りください。続きまして2022プレナスなでしこリーグ一部チーム表彰です。第3位エースハリマアルビオン。第3位のエースハリマアルビオンには賞状と強化費100万円が贈られます。続いて第2位伊賀 FC くのいちみえ。第2位の伊賀 FC くのいちみえには賞状と強化費200万円が贈られます。
それではご紹介しましょう。2022プレナスなでしこリーグ1部優勝の栄冠に輝いたのはスフィーダ世田谷 FC です。おめでとうございます。まずはじめにチームを見事優勝に導かれました上川明彦監督に優勝監督賞が贈られます。上川監督、中央へお進みください。上川監督には公益財団法人日本サッカー協会女子委員会委員長佐々木則夫様よりトロフィーが贈られます。おめでとうございます。プレゼンターを務めていただきました佐々木女子委員長、ありがとうございました。それでは上川監督お一人でのフォトセッションのお時間です。ではここで上川監督に喜びの声をいただきます。上川監督、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん改めましてこんにちは。本日は、プレナスなでしこリーグ表彰式に、多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。優勝監督賞というちょっと不似合いな賞をもらったんですけども、もうご指名でございますので少しスピーチをさせてください。まずはこの2022プレナスなでしこリーグ一部が最後まで滞りなく運営されたことに心から感謝申し上げます。本当になでしこリーグ関係者の皆様、本当にありがとうございました。そして、この監督賞ではございますけれども、本来であれば、このスフィーダ世田谷 FC を2001年に創設され、そして20数年にわたり、人生を捧げてきた川辺健一 GM、本来であれば川辺さんがもらう賞なのではないかなというふうに思っております。この場を借りて熱く御礼を申し上げます。そして、我々もコロナの悩みが尽きませんでした。まあ、そういった中で、献身的に我々選手たちスタッフが現場で戦えるように粉骨砕身努力をしてくださった稲田代表をはじめとした、こちらにもいますけれども山田さん、フロントスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。そして我々を最後まで応援してくださったスフィーダ、スポンサー、サポーター、いわゆるスフィーダファミリーの皆様に熱く御礼を申し上げます。ありがとうございました。そして、まだ女子サッカー界2年目、まだまだわからないことばかりの私を日々支えてくれた川島玉井コーチ、岸星見 GK コーチ、そしておチーム苗トレーナー、本当にこの場を借りて熱く御礼を申し上げます。彼女たちがいなかったらこの優勝はありません。本当にありがとうございました。そして、最後になりますけれども、この今後ろにいる選手たち、皆様の目にはどのように映っているでしょうか。おそらくキラキラ輝いているかと思います。本当に2月1日のスタートから10月16日の最終日まで本当にいろんなことがありました。遠征の当日に首を痛めて遠征に行けなかったもの、ホーム最終戦でスタメンが決まっていたんだけれども当日の朝に発熱したもの、渾身のダイビングヘッドで脳震盪を患い、名古屋で一夜を病院で、過ごしたもの、本当に苦難の連続でした。でもそういった中で選手たちがこのクラブ創設初の栄冠に輝いたのはやはり日々の献身的な努力、積み重ね、もうそれ以外に他なりません。私も本当に苦しい日々でしたけども、どれだけ選手たちの笑顔、踏ん張りに、救われたことでしょう。本当にこの場を借りて、御礼を申し上げます。最後一言だけ、この配信を見てるか分かりませんけれども、
私を日々支えてくれた妻のりお、長女あゆみ、次女ひろみ、そして愛犬小麦、そして実家でいつも私に声をかけてくれた父安彦、そして兄の国彦、妹のひろ子、上川の家族すべてに感謝を申し上げまして、私のスピーチとさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。おめでとうございます。それでは2022プレナスなでしこリーグ一部優勝チームの表彰に移ります。プレゼンターをご紹介します。公益財団法人日本サッカー協会専務理事須原清隆様、株式会社プレナス上席執行役員総務本部長山内千鶴様、一般社団法人日本女子サッカーリーグ岩上和道理事長、そして一般社団法人日本女子サッカーリーグ奥田康久専務理事、以上の皆様です。2022プレナスなでしこリーグ一部優勝に輝きましたスフィーダ世田谷 FC には須原専務理事より賞状が贈呈されます。チームを代表して石野姫香選手、中央にお進みください。おめでとうございます。どうぞお戻りください。続きまして、岩上理事長より賞状が贈呈されます。チームを代表して大竹真由選手、中央にお進みください。おめでとうございます。どうぞお戻りください。続きまして、奥田専務理事より強化費400万円が贈呈されます。チームを代表して渡辺瑞希選手、中央にお進みください。おめでとうございます。どうぞお戻りください。続きまして、株式会社プレナス上席執行役員総務本部長山内千鶴様より副賞として、ホットモットの金目鯛 300kg が贈呈されます。チームを代表して長崎茜選手、中央にお進みください。おめでとうございます。どうぞお戻りください。それでは最後に、年間チャンピオンの証として優勝杯の贈呈を行います。本年より優勝杯のリニューアルを行っておりますので、簡単にご紹介させていただきます。優勝杯は東京芸術大学出身で近年活躍中の女性現代アーティスト渡辺しおりさんによるデザイン、そして制作は同じく東京芸術大学出身の横田新平さんです。コンセプトはコンビビアル、ラテン語で共に生きるという意味です。サッカーボールをモチーフとしており、今スフィーダ世田谷の選手たちの首にかかっている一つ一つ形の違う、まさに選手たちの個性そして多様性を表したメダル、それが集合したものが優勝杯となります。それでは優勝杯の贈呈は岩上理事長にお願いいたします。チームを代表して野村智美選手、中央にお進みください。
おめでとうございます。それではフォトセッションに移ります。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。フォトセッションは、はじめに優勝チームとプレゼンターの皆様の撮影を行い、その後優勝チームのみの撮影を行います。この舞台に年間最後にチーム全員で立てるのは一チームのみです。スフィーダ世田谷 FC の皆さんの本当に素敵な笑顔、皆さんもご覧いただければと思います。それではプレゼンターを務めていただきました須原専務理事、山内様、岩上理事長、奥田専務理事、ありがとうございました。どうぞご講談ください。ご来場の皆様、どうぞお食事をお召し上がりになりながらご覧いただけると幸いです。さあ、それでは中小チームの皆様によりますフォトセッションに移ります。よろしいでしょうか。以上でフォトセッションを終了とさせていただきます。それでは最後に優勝チームを代表して野村智美選手より喜びの声を頂戴します。野村選手、よろしくお願いします。本日はこのような表彰の場を設けていただきありがとうございます。監督の挨拶が非常に長かったので私は手短に進めさせていただきます。まずリーグ開催に際しですね、全試合遂行にご尽力いただいた関係者の皆様、そしてクラブ創設時より私たちと共に戦ってくださったスポンサーの皆様、サポーターの皆様、世田谷の皆様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。スフィーダ世田谷の一員としてこの優勝の喜びを皆さんと分かち合えることを非常に嬉しく思います。今シーズンは優勝しなければいけないと強い覚悟を持ち、チーム全員が気合を入れて臨んだシーズンでもありました。試合を重ねるごとに成長し、お互いを尊重し合えるこの個性豊かなメンバーと、このチームにぴったりなこのトロフィーとメダルを勝ち取ることができ、本当に誇りに思っています。私たちスフィーダ世田谷はこれからも競技力の向上、さらなる高みを目指しつつ、スフィーダ世田谷が拠点とする世田谷区をもっと楽しくする、そんなクラブを目指してスフィーダらしく挑戦を続けてまいりたいと思っております。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。2022プレナスなでしこリーグ一部優勝の栄冠に輝きましたスフィーダ世田谷 FC の皆様でした。本当におめでとうございます。どうぞお戻りください。
ご来場の皆様、どうぞお食事をお召し上がりになりながらご覧くださいませ。続いては2022プレナスなでしこリーグ1部個人賞、新人賞、関東賞、得点王の発表です。プレゼンターをご紹介します。一般社団法人日本女子サッカーリーグ北澤剛理事、そしてなでしこリーグの OG であり現在大宮アルディジャベントスでコーチを務められています大野忍さんです。大野さんは現役時代に得点王を4回、最優秀選手賞を3回受賞されています。以上の皆様です。それでは2022プレナスなでしこリーグ1部個人賞、新人賞、関東賞、得点王の発表です。新人賞は スフィーダ世田谷 FC 倉富優香選手。そして関東賞は エースハリマアルビオン千葉園子選手。そして得点王は同じくエースハリマアルビオン千葉園子選手です。おめでとうございます。はじめに新人賞の表彰です。スフィーダ世田谷 FC 倉富選手には北澤理事よりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。どうぞお戻りください。続いて関東賞です。エースハリマアルビオン千葉選手には引き続き北澤理事よりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。続いて得点王の表彰です。エースハリマアルビオン千葉選手には大野忍さんよりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。どうぞお戻りください。それではフォトセッションを行います。皆様中央にお集まりください。プレゼンターを務めていただきました北澤理事、大野さん、ありがとうございました。では続きまして選手お二人によりますフォトセッションを行います。よろしいでしょうか。
以上でフォトセッションを終了とさせていただきます。それでは受賞された皆様に喜びの声を頂戴したいと思います。はじめに新人賞の倉富選手、よろしくお願いいたします。この度はこのような素敵な賞をいただきありがとうございます。今まで支えてくれた家族やチームメイト、監督、スタッフ、そしてスポンサーの皆様やサポーターの皆様、今まで私に関わってくださったすべての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。これからもっともっとレベルアップしてプレーで恩返しできるよう、そしてチームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、敢闘賞そして得点王の千葉選手、よろしくお願いいたします。こんにちは。まずはじめに、このような賞、このような式を本日開いていただきありがとうございます。そして、このような素晴らしい賞を、受賞できたことは本当に大変光栄に思っております。私自身、昔から怪我がすごく多くて、でサッカーから離れたこととかも、まあ、何年間かあったんですけど、こうしてまたこのようなスポットライトを浴びさせていただけるような場を作っていただき本当に感謝でいっぱいです。そして敢闘賞ということは、すごいびっくりなんですけど、やっぱり普段から、私たちの試合を審判してくださっている、審判方の皆様には本当に感謝でいっぱいですし、皆さんが、リスペクトし、尊敬し合い、できたからこそ、2022年のなでしこリーグが無事に終われたことだと思います。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。新人賞、敢闘賞、得点王を受賞されました倉富選手、千葉選手、本当におめでとうございます。どうぞお戻りください。ここでこれまで表彰された皆様、そしてこれより表彰されるベストイレブン最優秀選手の皆さんにお祝いの言葉を届けたいと、本日はこちらの方々にお越しいただいております。今シーズンからなでしこリーグのテーマソングを歌ってくださっているジリオンの皆さんです。ジリオンは去年12月にプレデビューした男女8人組のダンスボーカルグループです。多様性を重んじ、ダンスグループ界のネオスタンダードになるべく日々活動されています。なでしこリーグも選手皆個性豊かで、女性活躍、多様性を尊重しチャレンジし続けるリーグであるため、この価値観の部分で共感が生まれ、双方が惹かれ合い、今回特別な書き下ろしの形でなでしこリーグのテーマソングワンデイが生まれました。さあ、今日はせっかくジリオンの皆さんをお迎えをしておりますので、本当にね、お越しいただいてありがとうございます。早速なんですけれども、メッセージをいただければと思います。はい、今シーズンのテーマソングを担当させていただきましたジリオンです。よろしくお願いいたします。はい、リーダーのリオンです。まずはこのように素敵なタイアップをいただき、私たちにとってもすごく大事な楽曲であるワンデーを試合中継だったりダイジェストで様々な場面で使っていただき本当に感謝しています。ありがとうございます。様々な試行錯誤を繰り返しながら本デビューに向けていろんなチャレンジをし続けている私たちと、そして熱いプレーと同時にリスペクトをし合う選手の皆さんと勝手ながらこう重ねて感じさせていただいておりました。とても刺激を受けて、私たちもアーティストとしても一人の人間としてもすごく成長させていただきました。音楽とスポーツでフィールドは違えど世界を代表する選手の皆さんと世界に羽ばたいていけるようなグループになるために、私たちも日々頑張っております。そして一緒に共鳴し合いながらもっともっと高みを目指していければいいなと思っております。来年もなでしこリーグをジリオンは応援していきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。は
ありがとうございます。リーダーのミオンさんから素敵なメッセージを頂戴しました。私からもいくつかお話を伺いたいと思います。なでしこリーグの選手は試合会場でファンやサポーターの皆さんと多くの前で試合をされるというふうな形になりますが、ジリオの皆さんもパフォーマンスコンサート会場でされる際に同じようにファンの方々と一緒になる、そういったことが多いと思いますけれども、そういった時にですね、ジリオンの皆さんが何か心がけていること、もしありましたら教えてください。はい、モカです。一番に心がけていることは、一つ一つのステージに向けてできる限りの準備をして迎えるということです。当たり前のことではあるんですけど、ファンの皆さんは私たちのパフォーマンスを見るためにチケットを購入してわざわざ貴重な時間を使って来てくださっています。そんなファンの方には絶対に楽しんで帰っていただきたいので、最高のパフォーマンスをするために努力は惜しみません。そしてパフォーマンスだけではなくて、ファンの方とのアイコンタクトだったり MC をカジュアルな雰囲気にしてみたり、楽しいステージを作ることを心がけています。はい、やはりそういったね、気のね、つながりがやっぱりこういった素晴らしいパフォーマンスにつながっているのかなという印象がありました。さあ、そして今目の前にですね、普段のユニフォーム姿とは違った選手たちの皆さんの姿がありますけれども、こちらご覧になってどんな印象を持たれましたでしょうか。はい、ケイジです。普段ユニフォーム姿で熱いプレーをされている皆さんを拝見させていただいてまして、本当に新鮮味をすごい感じているというか、僕たちも、普段は自分たちの楽曲だとかコンセプトだとかテーマに沿った衣装を着てのパフォーマンス活動をさせていただいているんですけど、いつか僕たちもなんかこう揃ってスーツ姿だとかでなんかみんなで揃えた衣装だとかっていうものを着てみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。で、今日なんですが、そんなジリオンの皆さんから今日のためにご用意していただいたものがあると伺っております。お願いします。はい、今回、テーマソングとして起用していただいた僕たちジリオンの楽曲ワンデイの方のスペシャルムービーを制作させていただきました。なでしこリーグさんとのコラボということで、ワンデイの方のミュージックビデオの方はびしょ濡れになりながら本来ミュージックビデオを撮らせていただいてたんですけど、今回はなでしこリーグさんの、ハイライトシーンを背負って僕たちが踊らせていただいたパフォーマンスビデオになっておりますので、ぜひお楽しみください。それではご覧ください。どうぞ。積み重ねる365乗り越えていく One more time。 後悔したくはないから走り続ける yeah, yeah. いつだって一人じゃない。君が隣にいるミラクル、笑顔も涙も Beautiful、 それだけで目の前の素晴らしいコラボレーションでございました。ジリオンの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここからは2022プレナスなでしこリーグ一部ベストイレブンの発表です。ベストイレブンの選手の皆さんには
リーグパートナーの皆様よりトロフィーが贈呈されます。それでは発表しましょう。今シーズンのベストイレブン。ゴールキーパースフィーダ世田谷 SC 石野姫香、ディフェンダーセレッソ大阪堺レディース小山忍、ディフェンダー磐井 FC 黒市美恵畑美優、ディフェンダースフィーダ世田谷 FC 渡辺瑞希、ミッドフィルダーエースハリマアリビオン千葉園子、ミッドフィルダーセレッソ大阪堺リディース桃野美優香、ミッドフィルダースフィーダ世田谷 FC 三本さやか、ミッドフィルダー伊賀 FC 久野一美恵三橋飛鳥、ミッドフィルダーオレカ株原 FC 浦島梨沙、フォワードスフィーダ世田谷 FC 大竹真由、フォワードアサヒンテックダブリッジ名古屋山田ニーナ。以上2022プレナスなでしこリーグ一部ベストイレブンの発表でした。それではトロフィーの贈呈へと移ってまいります。ゴールキーパーディフェンダーのプレゼンターは株式会社日本トリム代表取締役会長兼 CEO 森沢慎一様にお願いいたします。ゴールキーパースフィーダ世田谷 FC 石野姫香選手、おめでとうございます。ディフェンダーセレッソ大阪堺レディース小山忍選手、おめでとうございます。同じくディフェンダー伊賀 FC 久野市美恵畑美優選手、おめでとうございます。同じくディフェンダースフィーダ世田谷 FC 渡辺瑞希選手、おめでとうございます。プレゼンターの森沢様ありがとうございました。どうぞご講談ください。ミッドフィルダーのプレゼンターは株式会社強烈メンテナンスコーポレートコミュニケーション部部長加藤野めぐみ様にお願いいたします。加藤野様どうぞご登壇ください。続いてミッドフィルダーエースハリマアリビオン千葉園子選手、おめでとうございます。同じくミッドフィルダーセレッソ大阪堺レディース桃野美優香選手、
同じくミッドフィールダースフィーダ世田谷 FC 三本さやか選手。ありがとうございます。プレゼンターの加藤野様、ありがとうございました。どうぞご講談ください。続いてのプレゼンターは株式会社プレナス上席執行役員総務本部長山内千鶴様にお願いいたします。山内様、どうぞご登壇ください。同じくミッドフィールダーオルカ鴨川 FC 浦島梨沙選手。おめでとうございます。そしてフォワードスフィーダ世田谷 FC 大竹真由選手。おめでとうございます。最後にフォワードアサヒインテックラブリッジ名古屋山田新奈選手。おめでとうございます。プレゼンターの山内様、ありがとうございました。どうぞご講談ください。なお、ミッドフィルダー伊賀 FC 久野市三重三橋飛鳥選手は本日所用により欠席となります。改めて2022プレナスなでしこリーグ一部ベストイレブンに選ばれた選手の皆様、本当におめでとうございます。さあ、それではここからはですね、受賞された選手の皆さんに一言ずつ喜びの声を伺っていこうと思いますけれども、まずはじめにゴールキーパースフィーダ世田谷 FC 石野姫香選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。今日は印象に残っている質問、試合に関する質問を一つさせていただきます。正面のカメラを見ながらお答えいただければというふうに思います。石野選手、今シーズンビッグセーブで本当にたくさんチームを救っていましたが、特に印象に残っているプレーありましたら教えてください。はい、第20節のアウェー伊賀戦のペナルティーエリア内から、ミドルシュートを打たれた、シュートに対して左手一本で、弾くことができたプレーが非常に印象に残っています。まあ、あの試合は本当に首位攻防でもありましたので、本当に大きな終盤のセーブだったと思います。改めていかがでしょうか。まあ、今シーズン一のプレーを発揮できたのではないかなと、自分でも思っています。はい、チームは最少失点ということになりました。本当に素晴らしいセーブでした。おめでとうございます。ゴールキーパー石野姫香選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、続いて伺いましょう。ディフェンダーセレッソ大阪栄レディース小山忍美選手です。よろしくお願いします。10月の9日代表デビューも果たされていらっしゃいます小山忍美選手です。特に印象に残った試合何かありましたら教えてください。はい、アウェー戦のスフィーダ世田谷戦です。逆転で勝ったことが印象に残っています。あの試合は2点取ってますが、いずれも小山選手のゴールだったと記憶をしております。そのプレー振り返っていただけますか。はい、上位相手ということですごく楽しみにしていました。その中で自分の得点で勝つことができてとても嬉しかったです。スイーダさんは最終ラインが高いという印象があったので、アクションのタイミングが大事だと思っていました。その中で2得点とも予測と連続した動きで自分の良さが出せた得点でした。はい、本当に素晴らしいプレー、そして本当にこれから未来が広がっています。小山忍美選手です。本当におめでとうございました。さあ、続いていきましょう。ディフェンダー伊賀 FC 久野市三重畑美優選手です。よろしくお願いいたします。今シーズンはセンターバックとして経験豊富な宮迫選手と組んだシーズンでした。ご自身で印象に残っている試合はどの試合でしょうか。はい、アウェーでのセレッソ大阪戦です。
この試合なんですけれども、なぜ印象に残っているんですか？自分はディフェンスなんですけど、点を取って取られてのシーソーゲームで、最終的に自分のフリーキックのでゴールを決めて、チームを勝たせられたので、すごく印象に残っています。あのフリーキックなんですが、距離がすごく長くて、今シーズンのベストゴールの一つじゃないかっていうふうに思っているんですが、振り返っていただけますか？そうですね、遠かったので、ちょっと狙うかは迷ったんですけど、チームの仲間が、もう狙っていいよっていうふうに言ってくれたので、思いっきり振ったら入ったので、すごく嬉しかったです。はい、本当にあのディフェンダーながら素晴らしいゴールでした。ディフェンダー畑美優選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、どんどん行きましょう。ディフェンダースピーダ世田谷 FC 渡辺瑞希選手です。よろしくお願いいたします。今シーズン最少失点に貢献されましたけれども、渡辺選手、印象に残っている試合はどの試合でしょうか？はい、石野と同じく伊賀さんとの試合です。はい、この試合首位攻防戦でしたけれども、どんなところが印象に残ってますか？9月のリーグ再開後、なかなか思うように自分たちのハイラインを保つことができない試合が続いて、伊賀戦でやっと自分たちのハイラインを保てた試合だなっていう感覚があって、後半はかなり押される時間帯が続いたんですけども、全員で集中して勝つことができました。アディショナルタイム、本当に素晴らしいカバーありましたよね。ありがとうございます。はい、それも含めて本当に素晴らしいプレーぶりでした。スフィーダ世田谷渡辺瑞希選手です。おめでとうございます。さあ、続いていきましょう。エースハリマルビオン千葉園子選手です。ここからミッドフィルダーになります。今シーズンミッドフィルダーで14得点得点王にも輝きました。印象に残った試合、どういった試合だったでしょうか？個人的に印象に残ったっていうよりは、チームメイトが、なでしこリーグ初出場っていう貴重な瞬間に出会えたことです。ハリマの顔としてもう皆さん知っている千葉選手ですけれども、そういった若い選手にどういったことを声かけとか意識されて接しられましたか？これも私の経験からなる話なんですけど、日本代表女子監督が高倉さんになった年なんですけど、それが私の日本代表としてのデビュー戦で、当時一緒に出場していた岩渕真奈選手が、試合中に、今日は園ちゃんのデビュー戦だよ、活躍して、楽しんでいこうっていう言葉をかけてくださったのが、すごい印象で忘れられなくて、感動を伝えるだけじゃなくて、私も誰かに感動を与えられるようなそんな人になりたいなっていう思いから、チームメイトのそういった貴重な瞬間を、やっぱり堂々と楽しくいてもらいたいなっていうので声かけさせていただいてます。今日は高倉さんも、ね、いらっしゃいますけれども、素敵なエピソードを披露していただきました。本当におめでとうございます。ミッドフィルダー千葉園子選手です。おめでとうございました。さあ、続いていきましょう。ミッドフィルダーセレッソ大阪栄レディース桃野美優香選手です。お願いいたします。もう桃野選手といえばリーグ屈指のドリブラーですけれども、今シーズン印象に残っている試合、どの試合でしょうか？ホームの群馬戦です。この試合はいっぱい点取りましたね。どんなところが印象に残ってますか？個人も得点することができ、チームのいろんな人が得点することができて10得点という結果を残したから印象に残っています。はい、そして今シーズンプレーでこう意識した部分というのはどういったところだったんでしょうか？自分の持ち味であるスピードに乗ったドリブルを積極的に仕掛けることや、前線からの守備、背後への抜け出しといった、とにかく相手から嫌がられることを意識してプレーしました。本当に素晴らしい仕掛け、本当に攻撃スカッとするものを見せてくれる選手です。セレッソ大阪堺の桃野美優香選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。さあ、さらに行きましょう。ミッドフィルダースフィーダ世田谷 FC の三本紗友香選手です。よろしくお願いいたします。本当に2列目で攻撃を滑らかにつなぐ役回りというのが素晴らしい選手ですけれども、今シーズン印象に残った試合はどの試合でしょうか？ホームで行われた日発戦です。この日発戦なんですけれども、なぜ印象に残っているんでしょうか？はい、チームとして4点取って勝ったこともありますし、個人としてはアシストすることができて
スフィーダに入って初めて MVP をいただいた試合なのでとても印象に残っています。はい、これ試合の MVP だったということでね、本当に素晴らしかったですけれども、特に今シーズンはどういった意識で、プレーをされていらっしゃったんでしょうか。はい、今シーズンは自分の持ち味であるドリブルやボールタッチを生かすこと、相手の嫌な位置かつ味方にとって助かるポジショニングを取ることを意識してプレーしました。はい、本当にもう技術も素晴らしい、立ち位置も素晴らしいという、本当にいい特別なプレーぶりでした。スフィーダ世田谷 FC 三本沙也加選手でした。おめでとうございます。さあ、続きましてミッドフィルダーオルカ鴨川 FC 浦島梨沙選手です。よろしくお願いいたします。本当に技術と運動量でオルカの攻撃を牽引していた浦島選手ですけれども、今シーズン印象に残った試合はどの試合でしょうか。個人的にはなってしまうんですが、スフィーダ戦、アウェーのスフィーダ戦です。これ21節、かなり終盤の時のゴールなんですけれども、ゴールがあった試合なんですが、どういったゴールだったかちょっと振り返っていただけますか。味方が、うまく裏に抜けて、ペナルティ付近でファールをもらってくれて、で練習からすごい得意なコースのところだったので、あ、もうこれは自分が蹴って絶対決めてやるって思いで蹴ったんですけど、練習通り、得意なコースにいいボールを蹴って、初めて直接フリーキックを決めることができたのですごく印象に残っています。キックといえば本当に浦島選手素晴らしいんですが、普段このキックでどういったところを意識しているか最後に教えてください。今シーズンキッカーを務めさせていただいて、まあ、シーズン通して野田監督にずっと言われてきたんですけど、まあ、セットプレーはキッカーのキックの質が全てってずっと言われていたので、とにかく中の選手が合わせやすいボールだったり、相手の選手が嫌がるようなボール、 誰も触らなくても直接入るようなボールを常に蹴るように意識していました。本当に素晴らしいキックの数々、チームを牽引しました。オルカ鴨川浦島梨沙選手です。改めておめでとうございます。さあ、ここからはフォワードの選手に移ります。フォワードスピーダ世田谷 FC 大竹真由選手、お願いいたします。大竹選手にも伺いましょう。今シーズン印象に残った試合、どの試合だったでしょうか。アウェーの第18節のセレッソ大阪戦です。この試合なんですけれども、なぜ印象に残った試合になったんでしょう。私が加入してからセレッソ大阪には一度も勝てたことがなく、気合を入れて臨んだ試合で、個人としても得点を挙げることができて全員で勝てたからとても嬉しかったです。試合は決勝点が確か大竹選手のゴールだったと記憶をしております。シーン改めて振り返っていただけますか。金子選手から練習中も何回もボールが来て必ず来ると信じて走っていたので、もうゴールを目の前に振り抜くだけでした。はい、今シーズンも本当に得点を量産するだけでなく、前線でも守備でね、活躍をしていらっしゃった大竹選手です。改めてどういったところでこうゴール以外で意識をしたか教えてください。私たちスフィーダ世田谷は前線からの守備がすごく強みなので、前線からしっかり守備をしてはめていくことと、自分がボールを失ったらフォワードというポジションにとらわれずに最終ラインまで戻って守備をすることを意識していました。ということで、前線でもちろん得点もさることながら守備でも貢献をされた選手です。スフィーダ世田谷大竹真由選手でした。本当におめでとうございます。さあ、そして、フォワード、今シーズン移籍1年目で、見事にベストイレブンに輝きましたアサヒインテックラブリッジ名古屋山田新奈選手に伺います。よろしくお願いいたします。まず山田選手の印象に残っている試合、教えていただけますでしょうか。ラブリッジのホーム戦で行われた、セレッソ大阪栄リース戦です。はい、この試合はなぜ印象に残っているんでしょうか。この試合ではチーム全体としてやっぱ勝ちたい気持ちがすごく伝わった試合で、チーム自身も
成長できるきっかけになった試合だったと思います。コーナーキックからのゴールあったと思います。振り返っていただけますか。阿部選手のいいボールが来たので、もう当てるだけのゴールだったので阿部選手に感謝したいです。そしてご自身としては、愛媛 FC レディースからの移籍1年目、いろいろと大変なシーズンだったんじゃないかと思います。その中で10得点、素晴らしい結果でした。どんなところを意識したか最後に教えていただけますか。私は何か一人で打開できるような能力を持った選手ではないので、移籍して1年目でしたけど、チームメイト と、コミュニケーションを取りながらできたことがすごく良かったんだと思います。はい、ということで本当に素晴らしい、今シーズンのパフォーマンスでした。アサヒンテックラブリッジ名古屋山田新奈選手でした。本当におめでとうございます。ということで、ベストイレブンの皆様にインタビューをいたしました。本当におめでとうございました。さあ、それではいよいよ最後の表彰になります。最後は2022プレナスなでしこリーグ一部最優秀選手賞の発表です。プレゼンターは株式会社プレナス上席執行役員総務本部長山内千鶴様、そして一般社団法人日本女子サッカーリーグ岩上和道理事長にお願いいたします。では発表は岩上理事長からお願いをいたします。はい、2022プレナスなでしこリーグ一部最優秀選手賞はスフィーダ世田谷 FC 大竹真由選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。10番大竹真由、これをドリブルでかわしていった、さあ前に出していった、大竹が抜け出して、大竹シュート、決めた。大竹真由が仕事をしました。今シーズン10点目。キーパーとの1対1をなんとなく柔らかなループシュート決まりました。ドロップタックを仕込んでいきました。最後はドロップタックを仕込んでいきました。勝ち越しに成功はスピーダ世田谷。大竹真由選手おめでとうございます。最優秀選手賞の大竹選手には岩上理事長よりトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて株式会社プレナス上席執行役員総務本部長山内千鶴様より副賞としてフォトフレームが贈呈されます。おめでとうございます。それでは大竹選手と山内様、そして岩上理事長でフォトセッションを行います。
ありがとうございました。山内様、岩上理事長はご講談ください。続きまして、大竹選手お一人でのフォトセッションを行います。では最後に大竹選手から喜びの声を頂戴します。この度はこのような賞を受賞できて大変嬉しく思っています。この賞を受賞できたのはチームメイトをはじめたくさんの方々に支えていただいたからこそのものだと思います。この賞に恥じないようこれからも日々の練習に励んでいきます。本当にありがとうございました。見事最優秀選手賞を受賞されましたスフィーダ世田谷 FC 大竹真由選手、おめでとうございます。改めて大きな拍手をお送りください。それではここでベストイレブンのフォトセッションに移らせていただきます。2022プレナスなでしこリーグ一部のベストイレブン入る11人が選出をされました。本当にこの選手の皆さんの活躍で今シーズンのリーグは華やかに彩られました。よろしいでしょうか。それでは以上をもちましてフォトセッションを終了とさせていただきます。改めてベストイレブン受賞の選手の皆さんと最優秀選手を受賞された大竹選手、おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。どうぞお席にお戻りください。以上をもちましてプレナスなでしこリーグ2022表彰式を終了させていただきます。2023年もプレナスなでしこリーグの熱い戦いにご期待ください。それでは2023年シーズンにまたお会いしましょう。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。
それではここで改めましてベストイレブンと最優秀選手賞の選手ゲストの皆様とのフォトセッションを行ってまいります。ベストイレブンの選手の皆様はトロフィーを持って再びステージにご登壇お願いいたします。